ですか？はい、OK ですよ。では、OK ですよ。よろしくお願いします。はい、やった、映った、イエーイ。皆さん元気ですか？全国100万の秋田ファンの皆様、今宵もライブをお届けします。ランチパスポートをね、プレゼントしますんで、2つだけね、中野の人しか関係ないんだけど、一応コメント、いいね押してコメント書いてください。よろしくお願いします。さっき高校生のね、お二人のライブ見て、なんか見てて俺も緊張しちゃってどうしようかななんて思っちゃったりしたんだけど、ちょっとおじさんなんで頑張ります。おじさんがね、昔若い頃バンドをやっていました。バンドやってた時にね、イギリスの音楽が大好きで、セックスピストルズとかローリングストーンズとか、その辺ね、クラッシュとかが大好きで、イギリス、ロンドンに行きたくて行きたくてどうしようもない、時があって、その時にですね、ロンドンに行こうという曲を書きました。ロンドンに行きたかったこの俺、おじさん、22、23歳の時に書いた曲です。ロンドン行こう、聴いてください。イエーイ。ロンドン行こうは、曲を使ってですね、今、替え歌、ロンドン以降の替え歌を作って100カ所回ってます。今ね、72カ所ぐらいまで行って、 YouTube だとね、61カ所目ぐらいまで公開したかな。いろんな土地へ行って、いろんな土地の歌で歌って、いろんな土地の人と、触れ合ってね、一緒に演奏したりとか、
急に一緒に演奏しようとかって話になったりとかしてやったりとかするんですけども、実はカンペがよく見えない。最近ですね、あそこ最近ですね、浜松に行きました。浜松へ行こうってないじゃない、ないやということで、それはやめましてですね、いや、あ、テープね、はい、大丈夫です。じゃあちょっと移行シリーズは今一瞬やめといてですね、実はまたこう話し込む体制に入るんですけど、実は若い頃バンドをやっていまして、さっきも言ったかな、バンドやっていましてですね、一番元気に活動していたバンドを解散してちょうど30年経ってないか、25、26年経っていてですね、当時一緒にバンドやっていた仲間たち、他のねバンドの仲間たちが、作ってから30周年の記念のイベントをやるから秋田くんも出てくんない、まあくんって呼ぶ間からの相手なんですけど、秋田くんも出てくんないということで、昔の曲を、久しぶりにやって演奏をしようかなと、ライブハウス、7月の31日に、新宿のレッドソックスってライブハウスで、一人アイドルゴシップ、昔のアイドルゴシップってバンドの名前で、一人でやるんで一人アイドルゴシップっていう名前なんですけど、その時の曲をちょっと、やるって決めて今一生懸命練習しています。なので練習があったらここでやらせてもらっていいですかみたいな話で何でしょうかね、5曲ぐらい用意していてですね、じゃあ一応一番人気のあった曲からいってみますか。体操っていう歌があります。体操がね一番人気があって、一応有線とかでも流れてたことがありますということで、体操っていう歌をやります。皆さん手拍子してくれるとね嬉しいんですけど、覚えてるな。じゃあ体操を聴いてください。君と僕体操しようよ、ベッドの上で体操しようよ、君と僕体操しようよ、ベッドの上で体操すると気持ちがいいんだ、大人になればわかるんだ、リズムに乗って呼吸を合わせて二人で癒せ流そうよ、体操しようよ、君と僕体操しようよ、君と僕体操しようよ、ベッドの上で忘れちゃダメだよ、準備体操これだけやれば大丈夫、大声上げて顔をしかめて二人で朝まで楽しもう、1、2、3、4、2、3、4愉快な体操部、体操しようよ、君と僕体操しようよ、ベッド上で体操しようよ、君と僕体操しようよ、
愛そうに。疲れる。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあね、もう一曲でやろうかな。じゃあ難しいやつやって失敗してもいいですかね。歌詞が覚えられない。ジャンボリージャンボリーという、曲がありまして、それをやります。気にしててジャングルクルーベにしてます。生まれのジャングルクルーベ
てる知れのことだ昨日のことだって明日のことだって今が楽しくそれでいい星は